はい、おはようございます。やってまいりました今日のワンコンティニューですけれども、本日お送りするのはこちら、パリダカールラリースペシャル。いやー、どんなゲームかさっぱりわかりませんね。まあパリでダカールラリーをするスペシャルなんでしょうね。ね、このゲーム、まあいつか来ると思ってたでしょね。このゲームね、別に来なければ来ないで別に構わなかったんですけどね。いきますか。まあ何ゲームなのかっていうのはまあ見ての楽しみですけど、何ゲームだってことを見ての楽しませるほどのところまでいけるかどうかがわからない。ちょっといけなさそうな気がする。まあまあ、もし志半ばでね、この動画が終わってしまった時には、何志半ばって、まあいいや、また他の動画を見たりしてですね、どんなゲームだっていうのを調べてみてください。そんな感じで最初に言い訳をしておきましたよ。というわけで、はい、今日のワンコンで1回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかとか、体験したり紹介したり、まあ遊んだりなんだかんだね、味わったりできればいいかなと思っております。思っております。よし、やっていきましょう。よろしくお願いします。そう、あー、いいね。曲はいいんだよね。待ってよ。あ、あんま覚えてなかった。この曲何回か聴けばもう染み込まれるかも。刻み込まれるかもね、もしかしたらね。頭でちょっとやってみようと思ったけど、この曲はあんま覚えてなかったらしい。はい、というわけでやっていきましょう。デモ画面みたいなものはねえらしいですね。あ、なんか B メロ、 C メロ、サビ。さっきのがサビ、こっちがサビ。なんか違う曲調になります。転調しましたね。転調っていうのこれ。ここでワンループか。あ、ここでワンループですね。よし、じゃあいきましょう。よろしくお願いします。プレイヤー名前登録なんですって。もう名前決めさせるのやめてほしいわ。もうまあね、ラリーカーでなんかスペシャルにするような回もあったからね。七転び八起き号でね、とにかく丈夫なフレームにしてくれみたいな。あとはわしはエンジン、アクセルを踏みっぱなしで走るから大型のクーラーをつけてくれみたいな話をしながらね、50巻台、60巻台だったかな、ラリーカーで走るっていう回がありますね。こち亀の話ですよ。はい。ちょいちょいこち亀の知識を挟むので皆さん置いていかれてください。よし、行きましょう。勘吉君、君はラリー出場のためにまず日本でいろいろ準備をしなければならない。必要なものを全て集めてくれ。そうすればあのパリダカールラリーに出場できるんだ、自分で。そして優勝すればダカールで素晴らしい何かが待っている。うわ、嫌な予感しかしね。170って書いてある。170、10が追っかけてる。何すんの。ちょっと待って、ちょ、こんなゲームだったっけ。ちょっと待って、思ってた感じじゃない。最初何すんのこのゲーム。株式会、最初このゲーム何すんの。株式会社石付けスポンサーになってください。うちはとてもスポンサーになれません。よくわかりません。仲間、何このゲーム。ちょっ、な、銀行ではそういうことはやらないですね。わ。留学生かな。カードと暗証番号があればお金は下ろせます。どこにどうすんの。リンク KK って書いてある。株式会社リンク、うちにスポンサーになると言うんですか。急に言われてもね。そらそうだ、わかる。パリダカールラリーは面白いですね。でしょ。じゃあスポンサーに。何者かもわからない人にじゃあスポンサーになるってはならんやろ。ある程度実績かなんか、名刺代わりの何かがいるやろ。三つ友銀行ラリーに出場するんですが、まあまあまあ銀行はそういうとこじゃないもんね。一緒か。やべ、ちょっとなんかもうちょっと早く終わる予定だった、このゲーム。
早く終わるとこまでたどり着けなそう。カーマニアクラブ、お、良さそう。え、そうなの？じゃあ仲間か。ラリーにはナビゲーターがいないとな。でもあんたは車を持ってないんだろう。車をゲットしろって。まずこれ今どういう状況なの。ちょっとセレクトボタン、スタートボタン、 B ボタン、 A ボタン、持ち物何もないマジで何すればいいか分からない。亀谷物産聞く。とても興味があります。以前はラリー用の車を作っていました。はあ、ドライバーに合った仲間を見つけることが大切です。だナビゲーター、そうだね、スポンサーね。好きなこのゲーム、ラリー協会。RI。みんななんか、なんか翻訳された言葉みたいなの喋る。リンク KK だけなんかね、映画なんか。ここはなんかハズレっぽいな。え？え、車くれそうな人どっかいた。車の話できそうなとこどっかあった。勝見商事関係ありないね。じゃあ車よこせ。すごいな全く何でもない。あ、オートセンター。ああ、よこせよこせ。これボケ、早くよこせ、早く早くよこせ。お金はどうすればいいの。カーマニアクラブどこだったっけ。だってカーマニアクラブなんつったっけ。もあ、お願いします。紹介状が手に入った。この要素いる？ここのパートいる？ああ。まあ、池田、え、課長の池田を探せだって。え、何を、何ゲーム、このゲーム。いけ、あ、一発池田課長。男のロマンだね。車はやっぱり 4WD だね。よく分かりません。え、暗証番号は1643。はあはあ、1643。どこの銀行、銀行いくつかあったけど、どこで下ろせるの。はい、おお、でお金、紹介状、スポンサーカード、お金。はあ、どうだったっけ、車のとこ。このパートいる？どこだっけ？
安い銀行。これで銀行によってもしかしておろせる金額が変わるみたいな。いやでもどこどこ用のカードって、あれでもそっか、聞いてないか、聞いたっけ。勝見商事、ここはもう何でもないとこだった、ね、あこれだ、車、はい、ああ間違えた、 4WD、 はーい、ナビゲーターとやらは、さて車はゲットしたけど、で、ナビゲーターの情報は、車の違いで難しさが変わってきます。そっか、スポーツカーの方が速いけど脆いみたいなことでしょ多分。ああ、じゃあまだカーマニアクラブ行かないんだ。え、どうだったっけ、あーあと間違えた、ナビゲーターを紹介しようか、はいお願いします。何ですか、え、どういうこと、なんかこういうやつあるよね。ちょ、もう一回やらして、平塚さんでした、変わらねえ、じゃあ平塚さんで、どうだ、どこ、お手つき3回、ああお手つきブチャの数えられてんだ、んーで、とりあえず条件は揃ったか、もういけんの、はい、あ、ついに勘吉さんのラリー出場が決まった。日本での12日間の訓練を終えて、パリへ旅立ちの日々が来た。おお、大丈夫？大丈夫？ドラマチックだな。旅立ちましたパリへ。おい、左ですか？あ、上ボタンか。なんかやることあるかな？なんかやることあるかな？今。上ボタンを押してるだけだけど、ずっと曲いいな。おおおおおお、荒いな、ダサ、ちょ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 、冗談じゃねえ、ちょ何この荒い空間、シューティングじゃん。私がちょいちょい、あのレースゲームって要はシューティングだよねっていう暴論か、大破もしかして、お疲れ様でした。さようなら。お疲れ様でした。